皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回は公式から新たに発表された特定の大会でのみ採用されるリミテッドルールを使って101ワンベイでバトルしていきたいと思います。リミテッドルールに関する詳しいことは公式サイトをご覧ください。ということで早速やっていきましょう。勘違いされている方が多いので一応補足します。公式から新しく発表されたリミテッドルールはあくまでも特定の大会の予選トーナメント、つまりワンベイでのみ採用されるルールです。そのため決勝トーナメントのルールである 3-on-3 には現在適用されていないので、間違いのないようご注意ください。では今回はここにいる全員で戦っていきたいと思うので、まずは対戦相手を決めましょう。いくよ。ウィグッドバーでソロイあらよあそうそう絆が強そうだったわ。まず最初はつぶやきさん太郎とちょめ丸のワンベイバトル。ではシュートポジションを決めるじゃんけんをしてください。最初はグーじゃんけんぽい。左、今回つぶやきさん太郎が使うワンベイはこちら、ナイトシールド 560R。 リミテッドルールによってウィザードロッドとかボールとかオーブが出しづらい状況になっていると思うので、このナイトシールドが苦手だったウィザードロッドとかヘルズチェインみたいな飛びづらいベイが出てきづらいんじゃないかと思ってこのカスタマイズにしてみました。ラッシュのエクストリームダッシュで相手をオーバーとかエクストリームゾーンに叩き出したり、相手がアタックベイだった時はこのナイトシールドの受け流し性能でスタミナ勝ちを狙っていきたいと思います。今回チョメ丸が使うワンベイはウィザードアロー 980T です。このカスタマイズを使う理由はリミテッドルールの制限の中にドランバスターが入っていないので、もしかするとこれからドランバスターが増えていくかなって思ったので、まあ、ドランバスターとかアタックタイプにいなしたりして勝てるようなカスタマイズで挑みたいなって思ったのでこのカスタマイズにしてあります。あと重量の重いウィングやコバルトもね、リミテッドルールの中に入っちゃっているので、環境的にもこのウィザードアローには向いているのかなって思いました。でウィザードロッドに対しては、これからウィザードロッドは多分960を使わないラチェットで来ると思うので、多分ビットはボールだと思うんですよ。だから2ポイント取れてる状態でいけるので、まあ、このカスタマイズだったら相手のウィザードロッドの何度か小突いたりして相手の姿勢を崩したり、運よくオーバーとか狙ったりいけるので、このカスタマイズにしてあります。それではいきましょう。ファーストバトルレディーセット3、2、1、ゴーシュ。さあお互いに手放し同士、いけるなら高ポイントだけど、そのターンはもう終わったかな。いやースタミナ勝負どうだなこれ。ちょっとナイトシールドの方のスタミナがだいぶなくなっているようにも見えるが、そうだね、ウィザードアローもエクストリームダッシュした分スタミナは減っている。さあ、どうだ、分からん分からん、ダッシュの方が上。まずはナイトシールドにワンポイント。結構ギリギリなバトルだったな。セカンドバトルレディーセット3、2、1、ゴーシュ。今回はスタミナ面だいぶ有利になったんじゃない？そうだね、ナイトシールド。アタックが効かねえ。アタックが効かねえ。守りつつも逃げつつも、やはりこのカスタマイズ結構強い。よいしょ。スクールフィニッシュ。ナイトシールドにワンポイント。よしよし、堅実にポイントを重ねていこう。サードバトル、レディーセット。3、2、1、ゴーシュ。そうですね、なかなかオーバーやバーストが狙えない位置にナイトシールドは綺麗にいる。そして最後 R で姿勢を保持。中盤なんかこっちの方がスタミナないように見えるんだよな。そうだね、しかしシューフィニッシュ、リザードアローにワンポイント。怖え。一進一退。フォースバトルレディーセット3、2、1、ゴーシュ。
ーバーフィニッシュ。ナイトシールドに2ポイントということで、このワンベイバトルはつぶやきさん太郎の勝利。やったぜ。いや、オーバーも狙えるんですよ、このカスタマイズは。じゃあ次は野水渡る対アッシュの対決です。まずはシュートポジションを決めるじゃんけんをしてください。最初はグー、じゃんけんポイ。あー、そっち。はい、ということで今回私野水渡るが使うのがウィザードロッド 360HN です。まあ、以前のワンベイバトルの時でもこういう話はしましたが、私が実際使うというよりは今後環境に増えるんじゃないかなと思っている一機になります。もともとウィザードロッドの HN 自体は結構大会でも使用している方がいて、めちゃめちゃうまく組めたウィザードロッドの HN は B より強いみたいなのは目にする光景だったので、まあちょっと僕のはね、あんまりそんな綺麗じゃないんでなかなか厳しいかなと思うんですが、今後はね、このウィザードロッドの綺麗な HN が増えてくるんじゃないかなと思って、今回私はこれを使用しようと思います。まあ、ラチェットがね、360になっているので、ちょっとバーストしやすいというか、まあ、前々回の動画ぐらいでもバーストしてしまってはいたんですが、まあ、ちょっとそういう不利を背負いながらも戦っていきたいと思います。ということで、今回ハンデパーツのウィザードロッドを使っているので、相手にワンポイントを与えてからバトルがスタートします。はい、こちらが今回ワンベイバトルでアッシュが使用するティラノ B と 960GP になります。最初アッシュがワンベイバトルでどういうカスタマイズにしようかなって思った時に、アタックタイプのベイを使いたいということと、なるべくリミテッドルールで相手にポイントを与えないようなカスタマイズにしたいと思ったんですが、そうするとよく使っているウィングも使えなくなりますし、コバルトドレイクも使えなくなる。じゃあそれ以外のアタックベイで自分が使いやすいベイって何かなと思った時に、ティラノビート君を採用することにしました。あと960を選んだ理由なんですけど、相手もアタックタイプのベイを絶対選んでくるだろうなって思ったので、そうするとやっぱり980より960の方がバーストのリスクを減らせると思ったので、こちらを採用しています。なので自分もリミテッドパーツを使っているので、相手に1ポイント与えた状態でバトルしていきたいと思います。それではファーストバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュッ。今のは接触していたのでオーバーフィニッシュ。ウィザードロッドに2ポイント。やったぜ。まあ、たまたまではあるか。悔しい。そう、オンフィニッシュルールっていうのも新しく追加されたけど、あれはベイ同士が当たってない時の状態だから、今回はちゃんと当たった。セカンドバトル、レディセット、3、2、1、ゴーシュッ。いけ、危ない、頼む。あー、こっから怖いぞ。当たって。オーバーフィニッシュ、ウィザードロットに2ポイント。よってこの勝負は野水渡る選手の勝利だ。いやー、違う、そうじゃないって感じではあるけれど、まあ勝ちました。では最後は勝ち残ったつぶやき三太郎と野水渡るでバトルをやっていきたいと思います。シュートポジションを決めるじゃんけんをお願いいたします。最初はグー、じゃんけんポイ。こっちで。オッケー。今回つぶやきさん太郎が使っていくワンベイはドランバスター 160GN。 スタミナ系のベイを使っているとやっぱりスピンで1ポイントしか取れない場面とかも多くて、試合が長引くとオーバーとかされてしまうリスクが増えてくるので、やっぱりアタックタイプで一気に高ポイントを取っていくようなバトルがしたいなっていう風に個人的に思ったので、今回はドランバスターでやっていきたいと思います。で、いつもはドランバスターにオーブを使っているんですけれど、今回オーブがリミテッドパーツということで、相手に1ポイントを与えたくなかったので GN にしてみました。 GN でも結構似たような、オーブとちょこっと似たような感じの動き方ができるので、今回はこれで戦っていきます。はい、ということで今回私の水渡るが使用するワンベイはシャークエッジの 560HN になります。やっぱりこのリミテッドルールで一番増えるであろうと思うのがウィザードロッドとかそういうタイプのベイだと思うので、それをしっかりと飛ばしていけるシャークエッジを選択しています。
特にラチェットが960から360とか他のラチェットに変わることで結構バースト率は上がると思っていて、シャークエッジならバーストを狙えるんじゃないかなと思っております。まあ、HN を使うことでね、対アタックの持久戦とかも勝っていきたいなと思ってるんですが、もともとここオーブで使っていたんですが、今回は HN でやっていきたいと思います。ファーストバトルレディセット、スイッツーワンゴーシュッ。おー、こっちか。おー、こっちか。ファーストフィニッシュ、シャークエッジに2ポイント。よーし、なんかカウンターが決まったかのように相手のビットだけすっぽ抜けた。飛んでっちゃったな。セカンドバトルレディセット、スリッツーワンゴーシュッ。よってこの勝負はノンズ渡辺選手の勝利だ。やったぜ。まあちゃんとね、できるだけ裏を取ったのが構想した。はい、ということで今回はリミテッドルールを適用した状態でのワンベイバトル101をやってきました。いかがだったでしょうか。いやー、結構それぞれのカスタマイズ面白い感じになってて、良いバトルが見られたんじゃないかなと思います。今回ね、リミテッドルールというものが新しく追加されましたが、みんなはどう思ってる？いや、俺正直ね、なくてもいいんじゃないとは思うよ。っていうのがさ、まあ、アタックが活躍するような環境に寄ってるんだよね。だけど別にウィザードロッドのボールとか使っててもさ、オーバーとかバーストのリスクもあるわけだし、そのボールビットだとアタック系の軸よりもバーストしやすいとかいう、そういうちゃんとねリスクも負ってる状態で今まで戦ってきてるから、さらに追加でのリスクは別になくてもいいんじゃないかなとは思ったな。まあそうだね。それにそのウィザードロッド使う側の身としても、ちゃんと相手のベイの軌道を避けるとか、そういうテクニックの方面もね重要で、特にその上手い方々っていうのはベイをきれいに調整しつつ、そのテクニックもあるからこそロッドがめちゃめちゃ強く感じるってのはあると思うから、ちょっとこれロッドを使ってる人に対してはかなりなんというか不満のたまるようなルールにはなっていると思うし、あと個人的にね、試み自体はすごく面白いと思ってる。前そのランク決めとか言われた時に、なんか弱いベイができてみたいな、そういう環境になるの嫌だなって思ってたんですが、これだったら相手にワンポイント与えるっていう、この試みルール自体はめちゃめちゃ面白いと思ってます。ただね、規制するパーツがちょっと違うかなっていう感じはする。例えばなんだけど、俺だったらもし入れてほしいって感じるのがあったら、このブレードにドランバスター、そしてビットに R と HN、ラッシュとハイニードル、この2つはリミテッドルールのワンポイントハンデパーツにするべきなんじゃないかなって正直思ったかな。というのもバスターって別に今ワンベイで、なんならルールのないところでもリミテッドないところでも活躍してると思うんですよ。なのにそのバスターはお咎めなしで、ウィング君とかそれこそコバルトドレイクとかがお咎め食らってるのはちょっと違うかなって感じるとこはある。特にコバルトドレイクね、めちゃめちゃかわいそうなんだよね。そう、別にそんな今までワンベイで活躍したこともないし、むしろ 3-on-3 だったらね採用率は高いんだけど、あんまりワンベイでは使わないっていう。そう、コバルトドレイクがそのリミテッドに入ってるのはちょっと違うかなっていう感じはしちゃうね。まあレアパーツだから外したいみたいな思いはあるのかもしれないんだけど、それなら再録してほしいってのが正直な感想かな。そしてラッシュ、これもさ、ボールに次ぐぐらいの採用率だと思うんだよ。そうだね。特にワンベイでもドランバスター R とかシャークエッジド R とか、そういうのが結構活躍してるっていうのは目にする。特にティラノビートの R とかも最近は出てきて、だったら R もかけていいんじゃないっていうのは感じてる。なんかそのアタック側ばっかり優遇されてるような見え方しちゃうよねこれは。まあそこにこっそり入ってるウィングもいるんだけれど、ウィング規制するんだったらバースターとかね、
それ以外のパーツも規制しないとちょっとなんか偏った結果になりそうだなっていうのは個人的には感じてるかな。あと HN もやっぱり強い人が使うとめちゃめちゃ強いパーツの一つだから、まあ、個人的な感じなんだけど、もちろんそうはならないとは思うんだけど、俺個人の感想としては結局ロッドは使われ続けて、でそのロッドを飛ばせるベイっていうのでバスターとかそれこそシャークとかそういうベイが増えると思うんだけど、まずティラノビートとかかな、なんだけどそいつらに対抗するディフェンスはロッドに勝てないじゃん。でワンベイってのはもう出した時点で相性差があってもそのまま最後までバトルしなきゃいけないからなんやかんやロッドとアタックっていう今ある環境とはあんまり変わらないんじゃないかなっていうのが感じるとこではあるかな。でさらに言うとロッドの HN ってマジで作るのめちゃめちゃ難しいから、今まで以上にそのベイに時間とか、まあ、お金とか労力をかけた人が、まあ、上がりやすいっていうのは、まあ、ある意味ではいいのかもしれないけど、ビギナーというか初心者に近い人ほど勝てなくなるルールになっちゃうかなっていうのはちょっと感じたかな。いやでも本当に試み自体はね面白いなとは思うんだけれど、そうだね、それこそ今回俺ナイトシールドも使ったんだけどさ、このルールじゃなかったら多分出しづらかったなって思うから、うん、使いづらくなっていたパーツがちょこっとだけ出やすくなったっていうところはあるかな。まあそれこそやっぱさっき言った通りさ、ロッドのビットがかなり選択が難しくなってくるとかそういう状況になってくると、まあさすがにちょっとロッドで2ポイント追うのは厳しいかなとか、そうなってくるといろんなパーツとかが入ってきたりすると思うんだけれど、だからもうちょっと規制を厳しくするというか、なんか内容を変えるともっといろんなベイとかパーツとかカスタマイズとかが出てきやすいようになるかなと思うね。もちろん僕たちもまだこのルールが出てきてからそんなにやってるわけじゃないから、もしかしたらこの環境はヘルズサイズの方が強いぞとか、うんうん、そういうのも全然あるかもしれない。まあそんな感じでいろんなカスタマイズが出てくるかもしれないんだけど、ちょっと規制の仕方が、ハンデパーツの選出の仕方が偏ってるかなっていうのは正直感じてしまったことではあります。であとついでに話そうと思うんですけど、ついでに採用されているオンフィニッシュルール、これはあの 3on3 でも適用されるみたいなんですが、いわゆる自滅ってやつだね、の相手と全く触れ合わずに自滅した場合1ポイントだけのロスになるっていうルールなんだけど、まあこれは小学生とかのレギュラーの大会だったらまあありだとは思ったね、うん、だけど大人の世界だったらそういうリスクも含めてのバトルじゃんとかテクニックじゃんっていう感じはしちゃうかな。そうだね、うん、ローフラットバーンで、いやエクストリーム自滅したんで俺まだ1ポイントですとか、うん、なんかちょっと違うかなっては思っちゃうかな。そういうそのベイの軌道をね自分たちでうまくやるとか、そういうテクニックを進めていくのも面白いところだと思うし、まあ実際今回私もドランバスターと戦うときにできるだけ相手の背後を取ろうとか、そういうシュートテクニックとかが勝敗に近づけるみたいなのもあると思うから、うん、オンフィニッシュはね子供向けの大会とかならありだと思うけど、大人の場合はなくてもそれこそスリルとかリスクとかが出て面白いのかなって思ったりはしました。まあただこのねリミテッドルールっていうのは割と面白いとは思ったので、もちろん場所とかね全ての大会で適用されるわけではないですから、今回割と試験的な運用だと思うので、もうちょっともしかしたら煮詰めてってさらにいい形になって帰ってきたら嬉しいなと思っております。ということでこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイ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 。